皆さんお久しぶりでございます。どうもアザラシでございます。もう久しぶりっていうか、まああれなんですけどね、ただ撮ってるのが久しぶりってだけなんですけどもね、とりあえず久しぶりなんでチームの情報で今の勝敗を確認しておきましょう。現実世界ではカープはクライマックスシリーズ今戦ってる最中ですけども、うちの方は7月の2週前半で75試合を消化して、まあほぼ半分消化してるのかな、大体ほぼ半分、36勝39敗の勝率4割8分0厘ヤクルト弱、ヤクルトがほぼ全ての負けをこう集めていってる具合になってるな。でまあ5位ですね、悲惨っちゃ悲惨だけど、まあでも勝率から考えたらまだまだ全然上狙えるんじゃないかなって気もします。何より明るい材料としては8勝6敗で横浜には勝ち越してる、うん、上位球団にはそんなに負けてないよ。主に負けてんのはこの巨人にめちゃくちゃ弱い、巨人に星を貢献する装置となってるな。得点319得点で失点312だから得点が上回ってるしね。ちょっと投手陣が崩壊していることを除けばまあまあ悪くないチームになってんじゃないかなと。通り数もまあまあだしね。ということで、はい、やっていきましょう。時間が惜しい。動画の配信、動画のそのスタート時点でこれ欲しいよね。あ、これ雨かいきなり。動画の配信時点で現時点での成績がどれくらいいくばくかというのをね、紹介していきたい。川尻。まあ、最初5分ぐらいは動画をこう続けて、ぶっ飛ばしてやって。誰投げ出すのがいいんだろう。ミンチ今調子いいからミンチ投げ出すか。打線的にはまあ、ねえ、3割1分、3割2分1厘。打線めちゃくちゃ調子いいよね、ある意味。金本が悪いぐらいのもんで。そうか、今組み替わったのか。組み替わったのか。瀬戸が入り戻ってきたから。瀬戸が戻ってきたから小笠原は1ファーストに戻したんだ。だからロペスを使わない。どうなんだろう瀬戸。まあそうか、さすがにな、さすがにキャッチャー小笠原、これ3連敗したらこの作戦変えよう。3連敗、いや2勝1勝2敗ぐらいだったらもう変えよう、変えよう。これもうダメだ、瀬戸で勝てねえ。まあ一勝2敗みたいな試合あるからな、みたいな考えたってな、ダメなんだよ。1勝2敗じゃこのままじゃ上に上がっていけない。阪神に1勝2敗ではこのままでは上に上がっていけない。いや現実ね、現実のカープは、あ、もうパッと飛ばしちゃった、あれ見せた方がいいのに。現実の、お、ジローが言う、現実のカープは1勝2敗ですよ。横浜 DeNA ベイスターズが3位で高、2位3位 の、 クライマックスシリーズ1次ラウンドで勝ち越してしまったがために、対戦相手は横浜になり、3位の横浜となり、その3位横浜にはなんか勢いがついてるもんだから1勝2敗で広島カープ負けちゃってますという感じですね。しかしながら雨でね、土曜日雨で流れて今日も多分雨で流れるね。あれ、薮田が2軍にいる。あげろあげろ。作戦がグダグダだ。雨で流れた。多分明日も雨で流れるんじゃない。台風接近してもうすごいからね、雨がね。すごいから。その状況を考えたら、あ、後藤も薮田も下にいる。何考えてんだ、この首脳陣は。防御率がカスのやつから下ろしてるわ。ひろゆき。ウルソーカスだけど、ウルソーとひろゆきどっちがカスなんだろう。いや、まあ。これはもう成績云々じゃないね。やっぱり成績云々じゃない。こうでしょうね。で、木村あげるよって言ってますね。すげえ声出てる。小笠原選手、調子上がってきてる。オッケー。肩の強さやや低め。そしていいカーブがいけそう。プロでもいけるというかプロなんだが。まあそういう意味じゃないか。今日本語よく意味わからんこと言ってる。どうなんだ。後藤って先発じゃね、先発タイプだよな。菊池原を中継ぎに、すげえ防御率だ。中継ぎにして代わりに後藤を先発にする。でもこんだけ多球種が豊富だと中継ぎで置いておいた方が安心感がある気が。薮田も先発に戻したい。薮田と後藤を、薮田は先発だな。こっちを先発にして後藤が中継ぎとしてフル回転してもらおう。まあ、ともでちょっと高橋はそんなに刺さんだろうしっていう感じで、こんな感じでいいでしょう。うん。で、打線の方ですが、
瀬戸が復帰したので打線に厚みをが出るかと思いきや打線に厚みは出ない、むしろ逆に出ない。なのでここにロペスを入れます。で打順は金本の打順が低いので、まあそれでもさすがにそれでもか、一番打線打率が悪いのはここだな。でロペスの守備位置をファーストに変えて、キャッチャー小笠原が4番、浅井よりはロペスかな、こうだな。左バッターが多いな。よし、これでいこう。作戦は決まったね。超攻撃的な打線、ただしちょっと小笠原に関しては守備を鍛えた方がいいな。守備っていう肩かあれだな、まあ肩だな、肩が全然ない。新井は勝負強さがないって、まあ、もうしっかりやっといた方がいいわ。チャンスに出すっていうケースはないかな。木村、まあこの人は打力がまあまああるってところがポイントね。うん、いいかな。ミンチはフルですか。あ、ヤブタだ。ヤブタはどうしよう。そう、うん、フォークかな。そう、まあこの方に後藤はこれは何をあげたらいいんだ。何をあげたらいいのかよくわからんな。とりあえずカーブ、スライダーとかあげとくか。スライダー教えるのうまかったかな。ほどほどに、スライダーほどほどに、ほどほどスライダー。小林加減はガッチリやりすぎなんだな、多分。ハードに投げさせるのに。しっかり投げてるからといって、しっかり練習させてるからといって、これどうなんだろう。そんな調整させなくていいや。選球眼がいい。やっぱここは選球眼がいいから長打力。よし、これでいこう。回そう。10分までね、バッと進むような。10分まで。残り10分は試合を見る。10分以内に試合が終わらなかったら30分の動画になるという、そういう流れでいきましょう。タタタンとここ行くよ。タタタンとね、ここタタタンとやんない方がいいかもしれない。タタタンと、ね、ミンチ第一先発。ミンチ1勝2敗で負け。長谷川はなぜ投げさせた。次、矢蓋。移籍したばかりの矢蓋のピッチングをご覧、あ、山内のピッチングをご覧あれ。3連敗。中日相手に。これはいただけないですね。一気に、成績落としたぞ。この動画開始して1勝5敗だ。これは。これは厳しいですね。どうしよう、こんだけ補強して。アジア、オセアニアに1人獲得できる外国人がいるけど、ああ、間違えた。今さ、獲得するか。外野あ、いたか。こいつずっといたわ。なんでか取ってないレンって選手だ。でも外野別にね、そんなに困ってないもんね。でも外野、野手一人ぐらい取ってもいいんか。あ、枠はあるな。枠はある。横浜には勝っていった方がいい。なぜならば横浜が今1位だから。おい、弱くないか、菊池。動画が始まってから9試合で7勝2敗で、2敗7勝ですね。違う、2敗7勝じゃない。2勝7敗だ。暗黒。
誰もおらん。あ、ロペスがおるか。暗黒からの使者だ。シャララララ、シャララララ。暗黒からの使者ということで、2試合見て3試合目を阪神戦か。まあいいでしょう。阪神戦2試合見て3試合目を試合を見るでいこうか。よー、いいぞ。ヤブタ、ヤブタ君言ってくれたまえ。いや、ヤブタをお初にお目見えしよう。お、いいぞ。ヤブタ、ヤブタ、ここで勝ちに行く。3連勝もぎ取りに行こう。2勝7敗など3連勝すると5勝7敗にあって2個負けの負け越しになるのか。12勝で、12試合で5勝7敗。うわよくはねえな全然。さあ試合が始まりました。今回の試合は阪神との第何回戦かよく覚えてない。まあ、解説の声はね、解説の声を大事にしていこう。でもあの焼き付けの初代のやつって確かあの実況と解説が入ってたよね。じゃ解説と声がさっき言ったけど、実際には解説じゃなくて実況の声か。解説も入ってたんだよな。なんか邪魔だったんだろうかな。同じことばあしか言わんけん。パンチョ伊藤さんが喋ってたような気がする。まあまあまあ、ちょっと待ってよ。オプションで監督に選手交代させないけど作戦は監督にも伝える。でチャンス、チャンスで呼び出していいでしょ。ピンチだよ、ね、正直なんか指示を出してもあんま意味ないから。オズボーン、オズボーン、4番小笠原が、4番小笠原が、ああセカンドの阪神のラインナップ知りたいな。ああファースト今逮捕ですね。ファースト逮捕、セカンドにハートキーという、なんか本当に時代を感じさせる暗黒期の阪神を象徴するような選手たちがラインナップに並んでる。根本とかね。根本は確かあの日ハムから移籍してたような気がするな。ロペス浅い。ヒットはまあまあ出てるかね、うん、ヒット出てる。どうもでも金本とか調子悪いね。全然成績的には焼き付くのデータ的には全然成績悪くないんだけど、成績というかデータ的には活躍できないとは思えないような数字なんだけども、こうやっていざ試合になると超不調、超不調によってなんか随分変わってきちゃう。矢蓋は、あ、お、チャンス、チャンス呼び出してくれない。え、あれチャンスで呼び出してなかった。チャンス呼び出したよ、口出し。なぜ、まあいいか、今のはチャンスと言えるほどのチャンスではないな。3番坪井、4番前田、5番新庄の並び、まあまあ強そう。本当は前田欲しいけどな。前田智則なんか結構でも解説して、あれハートキーに打たれた、2点先制された。おい、矢野明宏、まあまあヒット出てんだけどな。盗塁させてみよう、ダメだな、盗塁させてみようかと思ったけど、ヒットですね。ワンアウト一塁二塁のチャンス、このチャンスで打席には浅い。まあ何の指示もなくていいと思うけど、この画面あまりよくわからない状況が。投げてるのすごい三塁側の観客席から見てる感じが違うな。この位置はあれか、三塁ベースコーチか。三塁ベース田中修太だ。あのこれは田中修太ですね。田中修太といえばあの下柳がね、あのブチ切れたっていう、守備でブチ切れたっていう。何やってんのこの作戦は。今ノーアウト一塁二塁だったんか。そのしかも走った。違うか、ノーアウトでワンアウト一塁二塁っていうのは変わらずで、あのチャンスにヒットエンドランを仕掛けた。走っ
動くね監督が。ヒットエンドラン好きな監督にあまり評価される監督がいい。動かない方がなんか良しとされる感があるよね。でもまあ動くのは悪くない。ただロペスで走らせるのはいかがなものかなっていうかのあるね。打たれる。これは仕方ないでしょ。守備が運んじゃないよ。バント。ピッチャー変えていいよ。でも5回投げてるし。3回投げてるから。3回投げてるから変えていいと思う。せっかくだったら、ちゃんとバントの上手い人に。一番矢蓋がバントが上手かった。バント。確実に1点もぎ取りに行こう、ここは。この矢蓋の特徴的なピッチングフォーム、特徴的って、振るな、絶対振るな、2回やろう。現役の時はだから2段サイドハンドの2段モーションしてたよ、サイドハンド2段モーション。それで日米野球で、うおー、どうしよう、ランナー変えるか、変えよう。でも矢蓋結構足速いな。待って、バントさせるな、長打狙い。ここはチャンス。ドキドキ。パテンにならんか。あ、ファールか。おお、いい。この画面、常にこの画面で。あ、画面固定できないんだな。追い込まれとるよ。追い込まれとるから、そこは慎重に行こう。センター、慎重のところなら、タッチアップは不可能。危ねえ。危ねえ。東でバントでいいんじゃないか、相手の。うまい、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 うまい。ガー、うまいけど三塁方向に転がっちゃいかんということか。悔しいけど作戦がミスってるな、これは。どこで間違えたんだろう。尾形に、うわ、この攻めはちょっといただけねえな。ここで矢蓋が打たれたらもう全ての作戦がダメだ。川尻に打たれたぞ。ピッチャーに打たれた、ピッチャーに。でもここは抑えるでしょう、ここは抑えるでしょう。すごい、ちょ、あ、まあいいか。左ピッチャーに変えようと思ったけど、そこまではしなくてよかった。ロペス、浅井、金本ホームラン。金本のホームランが見たい。これが多いな、なんか何の面白みもない。キャッチャーフライが多いな。どう広がりようもない。キャッチャーフライとか、ファールフライ、ファールでのフライアウト、もう何のあれも救いもないよな。たとえ落としてもファールだし、エラーにもならん。いいぞ、チコ技。ここで代打です。代打出しましょう。ヤブタに、チャンス B はホリスなんだけど、なんとかな。
喋れなくなってる。今部屋の、あ、尾形、前の打席ではヒットを打てませんでした。ストライク。部屋の外、ガキンチョが歩いて喋るわ。うかつな喋りをしていた。気づかれて部屋に入ってしまう。鍵かけてくれる。部屋、何言ってるのかと思うけど、何を言ってるのかよく分からんと思う。今家に子供たちがいるから、メイどもがいるから勝手に部屋に入ってくる可能性がある。市場、実況に市場を挟んではいかない、挟み込んではいかない。しかし現実と裏腹に作戦がうまく決まってる。ワンアウト満塁、打席には一番打率の高いオズボン。一番じゃない、でも3割2分は十分。ちょっと落ちたか、いいんじゃないか、ダメか。強肩すぎる、新庄が強肩すぎる。あれでタッチアップできんもんね。小笠原に任せるしかないですね。ファール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 、おお危ねえ。よしレフトがもたついとる。松田ってすごくマイナーな選手だと、ほとんど知らない選手もいるかもしれない。一度だけ阪神の、おいいよ、勝ち越し。相手のミスに乗じて勝ち越し。松田はバックホームで外野、多分ライトかな、レフトあたりから投げた球が、センターだったかもしれない。ポジションはいいよ。バックオブした球がさ、全然キャッチャーのところじゃなくて、後ろのバックネットをね、バカシャーンって当たるような、そういう外野からのバックホームを見たことがある。肩は強いんだなと思ったけど、そんなにコントロール良くないみたいな印象はない。いいよ、いい攻めしてるよ。いい攻めをしている。ここで一本欲しいね。ここで一本あれば息の根を止められる。今の空振りどうだろうね。やっぱりここらでライ守備位置変更だよ。変えるのは浅井だね。浅井を中継ぎ玉木にして、ほいでロペスを瀬戸にして、はい、恐れていたことが現実になってしまった。もう一回ここ初めからその下りをやるか、初めからそこの下りをやるか。守備をどっから切ったらいいんだっけ、守備を小笠原をファーストにして、キャッチャーをセット。これでいいね。何の文句もねえな。よし、いや、恐れていたことは現実になってしまった。もうぼーっとしてたから、ぼーっとしてはないんだけど、メイが勝手に部屋に入り込んできて消しゴムを貸してくれとね。ダメだな、もう実況できんかもしれん。メイどもが家をうろうろしてる間、実況はもうできんかもしれん。今岡まだ出始めの頃だからあれだろ、まだスタメンに名を連ねられないというか、まだ田中修太の方が上だね。この時点ではセカンドじゃないんじゃないかな。ハートキーや田中修太を押しのけるほどの選手でもないという今岡ですね、まだこの時。
あ、まあ別に玉木の投げっぷりを見なくていいや。多分玉木なら大丈夫。玉木なら大丈夫。俺の勘もそう言っている。玉木なら大丈夫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 。よしよしよし、ちょっと待って、つぼい。この時のつぼい、振り子打法だ。この時のつぼいじゃないわ。つぼいはほぼ終生にわたって振り子打法だった。一郎を真似して振り子打法。真似してたかどうか知らんけど。一郎のような振り子打法で。うお、セーフ。セーフというかアウトというか。吉野誠じゃないですか。吉野誠は、結構中継ぎとして良かったよね。この頃はまだオーバースローだけど、サイドハンドに変えて、成績良くて、その後、ソフトバンクとかに、ホークスとかに行かなかったかな。しかし打率2割2分7厘。いつもここのところにね、ここのところに、あれ？ここのところにね、今あれだ、アイコンがあるじゃないか。こういうところにあの、ロゴが出て、打率が見にくいんだけど、このホームの試合だとこっち側に成績が出るから見やすい。ホームの試合を中継する。違うな。でもホームはあれだもん、球場がダサいもんな。それはおかしいわ。通り。いけるでしょ。よし。ああ、めんどくせえな。あの、動画を切ったりしなくちゃいけない。メイフラが、親フラじゃない。メイフラのせいで。動画をこことここの間で切らんといけない。消しゴムをガサゴサ、机をあら探してるところのシーンとか消さなくちゃ。すぐ切りゃよかったんだな、これでな。ピシッと。ピシッと。ちょっと待って。玉木のままで行ってしまった。うちの抑えは小林寛平ですんで。たとえ疲れていいわ、小林寛平、抑えのエース。信じよう、小林寛平を。これでも1打同点だな。ハートキー。まあまあ、打たれることはないんじゃないかなと思ってるんだけど。うわっ、ちょっと。あ、わだだ。愛しいナナ、おはよう。チュッだったっけ、忘れた。すげえ打率だな。第7からが、4割6人に打ってるんだわ。でも現役時代の和田は好きだった。いや、まあ監督の時の和田も別に嫌いじゃないけど、和田は好きだった。このなんか、あの、3D とちょっと似てる和田に。3D というか、このデフォルメされたキャラがちょっと和田に似てる。ちょっとね。低めをついていきます。まあ俺の中で完全に青ひげキャラになってるんだけど、和田は。このせい、このグラフィックスのせい、グラフィックスのせい。これはフライですね。レフトフライ。頼むよ。そうか、でもレフトに決めたけは置いてたから、さっきのあの、本塁突入を防げんかったんだろうな。バントヒットの確率は非常に高い。このゲームにおいて。バントをさせれば大体成功する。そして、選球眼も良くなるから、フォアボールでも出塁できやすくなる。だから足の速い左バッターは、足の速い左バッターでバントが上手いと大体打率は3割くらいで出塁率も高くなるっていうのはこのゲームの悪いところね。悪いところね。逆に悪いところね。すごいこの作戦入るの。的中するの。そして足が速いから大体キャッチャー、肩 B ぐらいだったら総力 B でなんとかなるから、ね、多分矢野は肩 B ぐらいだから、東出が肩 B ぐらいで、まあ、BB できとったら足の方が勝つみたいなね。それも良くないところだと思う。現実そんなに通りできないからな。おお、ズボン遠山、なんか言われてる。よしろ、なんでだよ。遠山か、
小笠原対左どうだったかな。左キラーというか松井キラーだよね、遠山商事。これは落ちんぞ。正直うわ危ねえ。センター新庄怖すぎる。隙あらば。ここ代打か。キャッチャーの会話いるもんね。ホリス代打、ホリス、ホリスはキャッチャンスに強いからね。獲得したけどホリスはチャンス B。 おいー K、 いや K しない。ん今一瞬立ってたよな矢野が。まあ分からんな。長打狙いだ。あのバッティングカウントだから、うん、ワンスリー長打狙いにしていいところだよ。思いっきり振っていけ。フォアボール。どうする、どうする、新井代打、新井ファーストのホリスにダイソー出さなくていいな。あ、ダイソー出さなくていいってことだね。もうキャッチャーに返ってくるんだ、どっちかに。うん、守備では田村か。新井。わからん。伸びてる。あー、ダメだ。ライト足止まってる。いやー、長い試合になりそうですね。なんか毎回接戦が拝めるね。ここで後藤を使わなくて何のために獲得したと言える。言えようか。もう両軍合わせて14本、28本のヒットが入り乱れてるけども。未だ決着つかず、4対4。どっちもなんか攻めが悪いな。ヒットは出てるけど、得点になってないっていうのは作戦が悪いってことかな。金本一発で決めてくれんかな。あ、藤川球児じゃん。ピッチャー藤川。この頃は大したことないピッチャー藤川。ここで一発決められんか。多分決められんな。ダイソー送って。よし、見ようじゃないか。このサヨナラ劇を見ようじゃないか。吉川の、吉川やねや。藤川のね。ちょっと、ちょっと、ちょっと、なんで走らせた。もう監督、監督がもう頭おかしい。作戦は監督にはさせないという方向でいきましょうか。せめてこの見てる時だけは、なんちゅうか。いやー、走んなかったら、走んなかったら。走んなかったら満塁のチャンスか。どうしよっかなー。おやった、さよなら。あー、コップが落ちた。さよなら。いいですね、さよなら劇。東出のさよならがチーム3連勝を導き、チーム3連勝をもたらしてくれた。まあ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 、5位だけど。これ本当に優勝できるんかな。お金だけはいっぱいあるな。お金だけはいっぱいある。小林かねえやな。盗塁、盗塁じゃない、セーブ王になったとしたところで防御率4点台だからな。もうちょっと小林寛が安定しててくれたらそれだけで。買うよ。かす。こんなサインボールが1億とか。ちょっと。変かなし。じゃあまあとりあえずここまでにしましょう。時間が結構過ぎてしまった。だいぶ経ってしまったね。なので、まあここまでにします。パート10ですね。パイクスクパート10。次回も、いよいよ8月に投入、突入するパート11をご覧あれ。ほなまた。